プラムポックスウイルスに感染したアンズプラムポックスウイルスとは、桜属に感染する植物ウイルスである。梅ワモンウイルスという別名もある。果樹が感染すると、葉や花びらや外か火に反紋が現れるとともに、早期落下により収穫量が減る。感染した果実を食用としても人体に害はないが、商品価値はほぼゼロとなるため。 果樹農家にとっては厳収になる上、木を伐採せざるを得ず、経営上の大きな脅威となる。1915年にブルガリアで発見されて以降、世界各地で発生が確認されるようになった。日本では2009年に初めて東京都大梅市の吉野梅号で感染を確認した。梅で感染が確認されたのは世界初。桜属の桃、モモ、梅。 ネクタリン、アンズなど。日本の植物防疫所は、以下の植物を緊急防除で規制の対象となる植物としており、防除区域からの持ち出し等が規制されている。媒介となる虫感染経路は、アブラムシが媒介するほか、感染した苗木などから広がる。果実からは感染しない。世界の被害額は、過去30年で1兆4000億円を超える。日本では、 感染が最初に見つかった東京都大梅市周辺で被害が大きい。他地域のウイルスにも RNA の一致が見られ、すべて大梅市が感染源と考えられている。東京都のほか、兵庫県、大阪府、愛知県、神奈川県でも感染が見つかっている。発生が確認された主な国、すでに根絶宣言した国もある。 治療法や予防薬は2012年3月18日、現在見つかっておらず、感染拡大防止策しかない。アブラムシの駆除、感染樹や周辺の樹木の伐採、感染地域の苗木の移植規制などが行われている。伐採後は潜伏期間を考慮し、一定期間再植樹しない。徹底した封じ込めにより、すでに根絶宣言した国もある。果樹園では、 感染した木の割合が10%以上ならすべて、伐採、10%未満なら、感染時及び隣接している木の伐採だが、公園や個人の庭木では、観光への影響を考慮し、感染時のみ伐採する。このようなダブルスタンダードの分け隔だては、他の国ではない。伐採は2012年3月までで1万本に及ぶ。ありがとうございます。